待て、お前ら！ウソップ！そうか、おめえらが小僧兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたら、こいつが出てきてな。話は聞かせて。何？どうしたの？いや、何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を、命を賭して守ってきたなんてな。チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前、あいつに何を話した？あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。お前はハトのやつ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったら、アイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、ガレーラの一大工が偉そうに。急にどういうこった？そして、言ってる意味もわからねえな。待てよ、ハトのやつ。お前に用があるのは俺たちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。なるほど、ただのチンピラではないようだ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ！お前、何してんだ！違う！ルフィ！行くぞ。アクアラグナまでもう時間がない。カティ・フラムを連行する。この男はどうします？さっきカティ・フラムと何やら話しておったの。いや。何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。ルフィ、大変だ。ウソップがいない。連れて行かれたんだ。ハトのやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。